え皆さん、こんにちは。あなたの意思決定が世界を作る意思決定コンサルタントの下村拓司です。えー、オール立命館交友の集い、えー、2023オンライン交流会 A-905 人類史と世界の仕組みから導き出す究極の意思決定論をこれから開始します。 この交流会は対話型の講義形式で進めさせていただきます。えー、ではですね、まず最初に、えーですね、ここからですね、この講義のバックグラウンドについてお話をさせていただきます。 ではですね、画面を共有いたします。画面共有できておりますでしょうか、はい、なぜですね、私がこの講義を提供するのかということについて、こちらの3点に沿って、 お話をさせていただきます。私がですね、生涯をかけて体系化している科学知識技術があります。それはですね、理論量子認知科学です。この科学知識技術は、人が意識と呼んでいる存在、人が物質と呼んでいる存在を明らかにする目的があります。で、それと同時にですね、 この理論量子認知科学にはあ、この科学知識技術をですね、多くの方々にお伝えすることによって、えー、その方があ生涯をかけてですね、えー、体系化している科学知識技術をお、まあ、ご本人が明らかにされるということと、そのご本人があご自身の、まあ、言葉でですね、 ご自身が体系化してきた、している、科学知識技術を語れるようになるという目的があります。で、この講義はですね、この、これから皆様にお伝えする講義の理論的背景は、この理論量子認知科学にあります。 この理論量子認知科学の認知をですね、世界に広めることにより多くの方がですね、あのご自身のまあ体系化している科学知識技術をご自身の言葉で語っていただき多くの方とのですね、相互理解を深めていくという人間社会をですね これからこれまでもそういう社会は作ってこられたわけですけれども、これからもですねそういう人間社会にしていくというところをですねあの後押ししていくという講義になります。で次にですね意思決定コンサルタント、これはですねあなたの意思決定が世界を作る意思決定コンサルタントの下村拓司ですというふうに。 自己紹介を私は常にしてるんですけれども、その意思決定コンサルタントとして、皆様の課題を解決していくというときのですね、情報提供のコミュニケーションツールとして、この講義が機能を果たすという目的があります。3つ目、認知機械ですね。これはですね、 えー、私があ多くの方と対話をし、多くの方と共通目的を達成し、えー、で、多くの方のですね、あのー、コンサルティングを行ってきた結論として、えー、まあ、人はそれぞれ認知モデルをですね、持っているんですけれども、その認知モデルをですね、に、まあ、気づかれていない、もしくは、 あまあ、さらに言えばですね、その認知モデルに関して、ご自身の言葉でですね、語ることができる方がですねあ、ほとんどいらっしゃらないという事実をですね、現実を変えていくために、この認知機化というですね、表現方法ですね、表現方法を 広めていき、えー、先にお伝えをして、ですね理論に量子認知科学をの認知を広め、この科学知識技術をですね多くの方が扱えるようになると、でご自身の,あの目標達成です、ね、に、えー、この認知技科を有効活用していただくと、で意思決定コンサルタントとして多くの方の,です、ね、あの課題を解決すると。 いう現場においては、この認知機関をうまく使ってですね、えーまあ、課題を解決していくということを実践してきましたので、この手法をです、ね、私自身がコンサルティングの現場で有効活用していくためのコミュニケーションツールとして扱っておりますので、 えーまあ、私がです、ね、多くの方と共通目的を達成するという活動におけるコミュニケーションツールとしての認知機関をお伝えするということと、まあ、お伝えした結果としてです、ね、この認知機関をうまく活用していただいて、まあ、ご自身の,あの、まあ、コミュニケーションですね、あの能力を高めていただき、えーまあ、相互理解を深めていくと。 いう目的がありますでこの認知機関ではですね、2つの円錐が全てを語るということをお示ししております。ではですね、一旦画面の共有を停止してですね、えー、それをですね、えー、皆様にご提示をさせていただきます。こちらにありますですね、2つの円錐です。で、 多くの方はです、ね、もしかしたらご存知かもしれないんですけど、この円錐をです、ね、このようにつなぎます。そうしますとです、ね、この頂点を境として上下にです、ね、円錐がくっついた形になります。この頂点がくっついているところ、ここはです、ね、今ここを示す平面になるということですね。こちちらにはは平面はちょっと あの、提示できないんですけれども、この頂点に、まあ、平面があるというふうに考えてください。この平面が xy 軸にな,あなりまして、で、えこの、うん、円錐を貫くですねえ、上の、上の、上の円の中心ですね。でそして、この下の円の中心と、えー、この頂点を貫くですね、直線、これが、 Z 軸になるということです。で、えこの,あの頂点をあの重ね合わせた円錐,のこ円錐をですね、使って、えー、ミンコフスキー空間ですね。ミンコフスキー空間の原点をここの頂点ですね。ここの頂点として、XYZ 軸で示した空間をミンコフスキー空間というんですけれども、 このミンコフスキー空間の中のこの2つの塩水ですね。これ光塩水と言いまして、塩水の中は、ここに、頂点に物質があった場合に、下が過去、上が未来で、この物質がですね、過去に、どの、どこの空間にあった可能性があるか。で、その、この物質がですね、これから先未来、 どこの空間にあの存在している、存在することになる可能性があるかという、この物質が過去に存在した、未来に存在しうるあの、まあ、空間ですね。空間がこの光塩水として示されています。でなぜ光塩水というかといいますとあの物、宇宙の中で えー、物質はです、ね、光をの速度を超えて移動できませんので、えー、この光塩水の内側がその、えー、高速を超えない範囲で、えー、ここにある物質があの過去に移動してきたで。これから移動する先の空間になるということです。ですから、えー、この光塩水の外側ですね、光塩水の外側は、 まあ光の速度を超えて、えー、この物質が存在しうるときにあの、存在したときにあるというふうに、えーまあ、判断される空間になります。ですから、タイムマシンがですねあの、できたとすれば、ここの頂点にある物質がですね、例えば私がですね、この光塩水の外に出て、 えー、上の方の未来空間、下の方の過去空間に、えーまあ、移動できるということになります。ですから、この光塩水というのはタイムマシンの、まあ、動きですね、えー、を示すときにも、まあ、そのような形で光塩水の外に一旦出て、で、光ン水の中に戻ってくると。 とういう過程として示すことができます。で、この光塩水の、で示される空間なんですけれども、これはですね、あの、まあ、認知機械として説明するならばですね、今、ここの状態が、ここの、うんと、まあ、頂点合わせた部分ですね。とすると、まあ、認知の中で、 えー、探索的な推論をしていくと。探索的な推論をしていくときに、えー、ここの上のですね、円の,あの中心。で、えー、下の円の中心と、この頂点を、ま、一直線になるように、まあ、人は推論をしていると。で、 この推論が探索的であるというのは、今ですね、自分が抱えている課題、抱えている欲求の起点がどこにあって、で、その課題を解決する、もしくは欲求を満たすときに、その、まああの、原点に当たるものがですね、 どこにあるかということを考えるときの、あの、まあ、推論の状態がですね、推論の状態がこの下の部分ですね、原点、その課題の原点、欲求の原点を探るときの推論をこちらの下の円錐として示すことができるということです。逆に、じゃあ、その欲求を満たすと。 要求を満たす、もしくは課題を解決するというときには、この上の円錐ですね。上の円錐として示されるということです。で、えー、これをですね、えーと、簡略に説明するのは非常に現時点では難しいので、えー、この形の円錐についての説明はここで、えー、終えさせていただきます。で、えー、もう一遍この2つの円錐、ね。 えー、でもう一つのですね、円錐の形、認知機関の形としてましては、こういう形ですね。底面を、まあ、くっつけた円錐の状態になります。で、この底面をくっつけた円錐ですね、は、えー、これはですね、えー、検証的推論時の認知モデルになります。 で検証的推論時の認知モデルというのは、先ほどの探索的推論時の認知モデルで、その課題の原因、欲求の起点が、あ,あこういうところにあるんだな。であの、それを欲求を満たすとかですね、課題を解決するには、こういう道筋ですね。 道筋であればこういうあ、ごめんなさい、こういう状態であれば、こういう状態であればあ、まあ、そういう、その到達点に達することができるだろうということをですね、こういう推論、あの認知機関、認知モデルの中で、えーまあ、人はですね、推論していると。で、えー、その起点と終点に当たりがつくとですね、この認知モデルはですね、 こう変化するということです。で、この底面がですね、合わさるということが何を意味するかと言いますと、この、えー、原因をですね、えー、起点をですねあの、探索した時に、えー、起点に当たりをつけた時の、まあ、情報群ですね。こちら情報群が、えー、こちらの底面になっていて、で、 えー、その課題を解決すると終点、えー、に到達したときの、まあ、情報群ですね。情報群というのが、こちらの、えー、上側の、まあ、底面になっていると。で、つまり、こういう状態になるということはですね、えー、原因をお探求した起点、えー、起点を に当たりをつけた時の情報群と、終点に当たりをつけた情報群のが、まあ、一致しているということを、まあ、示しています。で、えー、ここがですね、ここが今、ここの平面になりますので、えー、今、ここの私が、えー、起点を ですに当たりをつけた時の情報群と終点に当たりをつけたのあの情報群を一致させることができたという状態になります。で、ここからですね、えーまあ、まあ、えっ、ー、と、起点を推論した、えー、道筋というものが、 ありまして、その道筋で私の頭の中で整理された情報がですね、こちらの円錐の表面上に配置されると。でさらにですね、この今、ここの時点から終点まで向かう道筋ですね。道筋が私の頭の中に思い描かれて、それをですね、具体的に イメージにする。それと、それとかフローチャートにする。で計画書にするという,う,う、まあ、表現形とか写像って呼んでるんですけども、その写像にしたものが、ここの円錐の表面上に、えー、配置されると。いうのがですね、えー、認知機関のを使ったあ認知モデルの説明になります。で、えー、私はですね、えー、この2つの 円錐を今のように探索的推論で、検証的な推論を私を含めですね、すべての人が行っているというふうに仮説を立ててですね、これまで多くの方々と共通目的を達成してきたと。 といいう体験を持っています。ですからこれはですね私の体験的確信論として全ての方の認知モデルをこの2つの円錐を使って説明ができますということをですね今ここで皆さんにお示しをしました。 今ですね、えー、お伝えをしたあー理論量子認知科学、あと意思決定コンサルタント。で、えー、その2つのを認知を広めですね、多くの方に、えー、私が体系化した、してきた知識、科学知識技術を活用していただくための認知機関ですね。それを あ皆様に、あの、まずはお示しをし、で、それが、あうまく活用できるように、えー、なっていただいて、で、えー、お一人お一人のですね、あの、課題を解決する、ま、目標を達成する、ということを支援することがですね、私の野望である全ての人が幸せであり続ける地球を、ま、体現するという、う ことにつながるというふうに、まあ、私が考えているということがこの講義を皆様にご提供をしているバックグラウンドとなりますではですね画面再度共有して講義を進めていきます、えー、ではですね,ね、はい、ではですね、えー ここからあー、いくつかのスライドを使って、えー、講義を進めていきます、えー。で、ここ、この講義のですね、えー、レジュメにあたるものです、えーまあ。人類史と世界の仕組みから導き出す究極の意思決定論というものを、これから皆様と共に学んでいくと、共に育む、まあ、教育にあたるということになります。で、 この究極の意思決定論をですね、の講義の目的は、あなたを含めですね、すべての人が、私を含めですね、すべての人が幸せであり続ける地球を体現するという目的があります。で、レジュメになりますけども、一つ目はビジョンステートメント。二つ目は他者評価ではなく自己評価。三番目が認知モデル。四番目が人類史と世界の仕組み。 で5番目が未来をつくるという順番になります。であらかじめですねえ、未来をつくるのところでお示しする、まあ、一つの結論ですねこの私自身の。私自身の究極の意思決定論における結論をお伝えしておきますと、まあ、シンポリスシティというのがですね、これからのあー、まあ、世界、 にけ世界における、まあ、一つのです、ね、概念になってくるだろうと思います。これはです、ね、ギリシャ時代のポリス国家の進化系になります。でこのポリス国家の時代はです、ね、そのポリス国家間同士が戦争するという,う、まあ、時代だったんですけれども、えー、このシンポリスシティですね、この進化系というのは、まあ、天下不部、織、ま、田、あ、信長さんが言われた武力によって、 天下太平の世を作るという、その、段階を超えてですね、武力なくして天下太平な社会にしていくという状態になった結果としてのシンポリシティです。まあ、地域で完結する世界ですね。これはですね、あの地域で必要な 日常生活品、食料含めです、ね、は、まあ、地域で自給自足するということをが、まあ、実現した世界ですねで。そうなりますと、地域で必要なあの日常生活品がです、ね、食料含めえ、自給自足できていればです、ねえー、何を争うことがあるのかということです。 基本的な争いの原因はあなくなっているはずですよね。でさらに、えーまあ、天下富武の時代からあー武力によ,よらない平和ですね。武力がなくても、まあ、自由で幸せな日常が送れると。で日本はもともとそういう、あのー、社会だったんですけれども、欧米は、まあ、世界史で、えー、我々は学んでますけども、えー、戦争ですね、領土拡大、 で、えー、搾取すると、搾取されるという関係をですね、あの、が前提とした社会として、えー、まあ文明が発展してきて、で、今ですね、えー、の、まあ世界になっていると。で、まあグローバルサウスがですね、あの、まああらゆる面で対等してきてですね、あの、まあす、 まあ、搾取する側と搾取される側の人口構成は、圧倒的に搾取する側が、まあ、少ないわけですけれども、まあ、圧倒的に、えー、人口の多い側がですね、えー、まあ、搾取するのはいい加減にしてくれという状態に今世界がなっているので、えー、そこの流れはですね、えー、もう止めることはできないというふうに、えー、私は 推論しております逆にですね、ですからあのウク、ロシアがウクライナを侵攻すると、ハマ,ハマスが、えー、イスラエルを攻撃して、えー、であの、イスラエルがですね、えーまあ、ハマスを、まあ、壊滅すると、ガザ地区に、えー、住んでいらっしゃるパレスチナの人をもう圧倒的なあの火力の差でですね、火力兵器の差によって えーまあ、私は虐殺しているように見えるんですけれども、まあそういう行動に出てるけれども、まあそれはですね、もう長続きしないということですね。はい。私そう推論しているので、ですから、まあ地域で完結する世界に、まあしていきましょうということですね。そのしていくために、この究極に指決定論を、まあ世界中に振るめていくということを、まあやっているということですね。 で次です、限界費用ゼロ社会では自己決定、自立分散、自給自足になっていくということです。で限界費用ゼロ社会というのは、あの機械化が進むとです、ね、製造原価はどん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 安く、ゼロに近づいていくということですね。ですから、大量生産、大量消費、えさらにです、ねえーま、世界中でその使われている日常生活品をたった1社ですね、たった1社の会社が 製造するようになればですね、原価はどんどん安くなっていくはずですよね。でも、それをですね、えー、そ,のその企業だけがあの何かを独り占めすると、富を独り占めするという,う社会になってしまうとですね、えー、それは、えー、高くて日常生活品が買えないという状況をですね、多くの人が あのまあ、感じる、まあ、そういう状況に置かれるあの社会になってしまうので、まあ、それはですねあの、カール・マルクスさんが資本論の中で、えー、推論されているあ資本主義ではですねあの、富の一極集中ですね、たった一人の人に富が集中していくということがどんどん進んでいって、まあ、最後にはたった一人が、 あのまあ、蓄積した富をです、ね、労働者がまあ収奪すると、それがですね資本論の結,結論としてまあ書かれているというふうに私は理解をまあしているんですが、もしまあ違っているというふうに思われる方がいらっしゃいましたら、えー、まあ動画を公開、この人のですねコメント欄ですね、公開した後のコメント欄にコメントをお願いいたします。 で,ですからですね、えー、さっき言いましたけど、まあ、地域で必要な日常生活品は、あの地域で分散生産すると。だから、まあ、まあそれは地域で自国決定すると。で、地域ごとに自立分散で生産をしていくと。で、地域でまあ自給自足のまあ経済圏を確立するということですね。これは、えー、かつて日本ではですね、 和道会賃、奈良時代に和道会賃という貨幣をですね、流通させようと、まあ、時の政府は、あの、貨幣を発行したんですけども、まあ、結果的に流通しなかったということがありました。でそれは、まあ、その村ですよね、当時、えー、その農村で、まあ、自給自足の生活ができていたから、あえてですね、貨幣を発行しなくても、あまあ、多くの日本の人、日本の民はですね、困ってなかったと。 いうことで,すですから、えーと、食料とエネルギーが、ね、自給自足できれば、まあ、お金が不要なあ社会を作れるということを、まあ、すでにです、ね、日本社会は実証しているというふうに、私は考えるんですけれども、あなたはどう思われますかで結局、今、ですね世界の課題の原因はお金でお金を増やすという仕組みが暴走しているからですね。 これが私の,あの世界の課題の、あの、を探求したあ結論です。ですから、お金がお金を増やすということが、今の世界の課題の原因であるならば、そのお金でお金を増やすという仕組みを、まあ、なくせばですね、この課題って解決できるでしょうと。で、もうなくしてもですね、えー、お互いが、お互いを尊重してですね、あの、 まあ、お互いが幸せに生きていけるための科学知識技術はですね、すでに、蓄積をに、えー、まあ人類はしていると。ただですね、そうどんな仕組みを作ろうと、まあ、嘘をつくということですね。えー、独り占めするために嘘をつく人が現れると、あのー、まあ、どんな仕組みもおかしくなってしまうということが、あのー、人類史を振り返れば至るところで確認ができます。 ですから、そういうその嘘をついて独り占めしなくてもですね、あなたは幸せな人生が送れるんですよということが、まあ、理解して感じ取ることができる社会を作っていくというのが、ですね、この究極の意思決定論で目指しているところでもありますで。この究極の意思決定論の写像ですね、私が究極の意思決定論をすると。 で、あなたが究極の意思決定論すると。すべての人が究極の意思決定論を、あの、まあ、実行したときですね。えー、それはどんなことが起きるかというと、まあ、一人一人がですね倫、倫理と道徳を進化、深めていって、まあ、万能になっていくということです。ですから、えー、私自身が倫理と道徳を進化させ、万能になっていく意思決定をすると。あなたも、 あなた自身が倫理と道徳を進化させ万能になっていく仕験手をするということをしていくならばあー、それはですね、ここに掲げている全ての人が幸せであり続ける地球を、まあ、体現あのしたことになるだろうというふうに私は考えております。まあ、最初にですね、こういうその、まあ、仮説をですね、お聞きになられたら、まあ、本当にそうかなと。 いうふうに思われるかもしれませんがあ、もしかしたらそうかもしれないというふうに思っていただいて、以後ですね、ビジョンステートメント、他者評価ではなく自己評価、認知モデル、人類史と世界の仕組み、未来をつくるというそのテーマはですねあの、お聞きになっていただいて、ご自身の状況に当てはめて考えて、 いいたただけたらと思いますでは、講義を進めます、はい。1、ビジョンステートメントです。これはですね、えー、活動のコンセプトをまとめる、まあ、自問自答の問いにあたるものですね。What, why, success major? です。1、我々は何をしようとしているのか。 2. なぜそれが必要なのか。3。成功の確認手段は、作成メジャーですねで。私の場合はですね、これ私の事例としてお示しをしているんですけれども、私の、まあ、活動の目的は、すべての人が幸せであり続ける地球の体現なので、我々は何をしようとしているのかがその,、ま、そのものになります。で、なぜそれが必要なのか。 というのはですね、成功の手段、成功の確認手段はとあ、ごめんなさい、なぜそれが必要なのかということですね、それは人類の最終到達点に向かうということのためであるということです。で、これですね、なぜ必要なのかというときに、人類の最終到達点に向かうためと、 というのをお聞きになられてですね、どういうことなのかなというふうに思われた方もいらっしゃると思います。で、これはですね、えー、まあ、私がその理解している、どうですかね、あの、規則ですね。えー、規則。目の前に繰り返し現れていること。で、私の中で繰り返し起こっていること。 を振り返ったときに、えー、存在にはですね、目的があるということです。ですから、私がですね、何かを感じて、で、その感じた何かが何であるかということを、いうことをですね、あのー、自分なりに明らかに、えー、するということがあります。それはですね、 全ての人でそういうことはあると思ってるんですけれども、で、何かを感じて、その感じたものが何であるかということを明らかになったものというのはですね、それは、新たに私の中で現れた概念というものが、その後のですね、私の行動を変化させると。で、なぜそれを私の行動を変化させたかというと、 そのある概念がですね、えー、私はその到達点ですね、えー、その概念が思ったがゆえに、えー、私の中で起きた起こることになった、あまあ、先ほどの終点ですね、まあ、終点に、えーっとまあ、向かわせると,、うん、ということです。 で、この私の活動というのが、なぜ必要なのかというのは、まあ、人類の最終到達点に向かうためです。というのが、私の活動のコンセプトになります。で、最後の成功の確認手段は、サクセスメジャーは、お金が不要な人類になるということです。お金がお金を増やす仕組みがですね、今の世界の課題を作っていると、原因になっているというふうに、私がですね、えー、仮説を 持ったので、まあそれを検証するということですね。それが私の活動の目的であり、えー、で、まあ、この私のですね、仮説が正しいことを検証するための手段としての、まあ、究極の試験っ論ということになります。次です。他者評価ではなく自己評価。これはですね、えー、誰一人として同じ世界には住んでいないという事実から、えー まあ、こういうマインドセットですね。一人一人が、こういうマインドセットを、あの、持つと。まあ、それはすなわち、えー、あなたはあなたのトレンドを作って、私は私のトレンドを作るということになります。で、このトレンドというのがですね、えー、まあ、欧米が、まあ、進めてきた、経済、金融、政治システムは、 あまあ、領土を拡大していくとかですね。まあ、天然資源を独り占めするとかですね、えー。他者を支配する。他国を支配するという、まあ、欲求ですね。それを満たすというのがまあトレンドになってきたということだと、私はですね、推論しております。で、まあ、これはですね、えっと、その、自由ですね。 一人一人の自由っていうものはどういうものなのかということを考えたと考えた方がいらっしゃってですね、ええー、それは田中秀道さんがこうおっしゃってるんですけれども、欧米の自由はですね、獲得するものだと。で獲得するために、暴力が必要だという時代が長く続いてたということです。でも日本はですね、もう最初から自由であると。 別に、その獲得するものではなく、まあ、最初から一人一人が自由なんだという、その社会だったということです、ね。ですから、同じその自由という言葉を使ったときにですね、その自由が持つ意味というものが、欧米と日本では違うということを、田中秀道さんはあの主張されているということですね。で、まあ、そういうところがですね、 あのー、そういう、まあ、文化圏に生まれた人のうん、まあ、判断基準になっていく、価値観になっていくということですね。ですから、まあ、今の田中秀道さんの主張がですね正しければ、えー、少なくともですね欧米で、えー、生まれ育った人と日本で生まれ育った人は同じ世界には住んでいないと。 いうことですよね。で、で最近起きた事件で言えば、ハマスがあのイスラエルを攻撃したと。もちろん、それはですね、攻撃をしてお亡くなりになられた方とか、人質に取られている方がいらっしゃるので、えー、まあ、良くないことであると。それをやってはいけないことです。でも、うんそですと。 で、やってはいけないことを、まあ、やったということに対して、イスラエルが今どんなことをやっているかということですね。この事件が起きるまでも、えー、何度もですね、えーとその、パレスチナとイスラエルとの間には戦争が起きていて、で戦争における死者の数を比べると、まあ、パレスチナの方が圧倒的に多いんですね。ですから、で、あとは、まあ 要はパレガザ地区をです、ね、空爆した結果として、もうがれの山になっているので、まあ、あれは虐殺じゃないんですかというふうに私には思えるんですけども、一方、まあ、イスラエルのああいう行為をです、ね、支持している国もあると、まあ、支持している国は欧米の国なんですけれどもね、まあ、そういうところが、えー、まあ誰,と誰一人として同じ世界には住んでいないということをですね、 まあ、実証しているんじゃないかというふうに私には思えるんですけれども、あなたはどう思いますかでは、それをですね分、分解して説明しますね。一つ目、客観的な幸せはない。二番目、主観の確率。三番目、感覚が羅針盤ですね。で、まあ、 えっと、日本人というか、日本社会はですね、えー、会社員を前提とした、まあ、社会、えー、だったのではないか、今でもまあそういう傾向があると。でも、これからはです、ね、会社員ではなくて、まあ、研究開発型の個人事業主の,あの社会に、まあ、していくことがですね、す、え、べ、ー、ての人が幸せであり続ける地球を、まあ、に日本から体現していくと。 ということに有効であるというふうに私はあの仮説を持っています、えー。まあ、そういう、それをですね、この客観的な幸せはない主観の確率、感覚がらしんというところから説明をさせていただきます。まず、客観的な幸せはないというのはですね、えー、幸せというものは主観的なものであるということです。で、私の幸せの定義は本当の自分からなりたい自分になるということです。 でえ、先ほどですね、認知科学、認知機関のと、で示、指名、お示しをしました、えー、このですね、えー、2つのお円錐で示される認知モデルですね。本当の自分からあなりたい自分になると。で、ここは今の自分ですね。で、えー、このですね、本当の自分、 なりたい自分で今の自分の中心が一直線になると。で、えーまあ、意思決定するたんびにですね、えー、ここからこっちにどんどん行っていくと、ね。どんどん進んでいくという感覚を持てるということがですね、えーまあ、幸せな状態ではないかというふうに。 私自身がそう感じ、私が観察して対話してきた方々ですね。その方々の話から、えー、まとめると、まあ、こういうことになりましたので、えーまあえー、幸せにはですね、えー、客観的なものではなく主観的なものであると、まあ、いうことです。はい、ですから、まあ、幸せをですね、 客観的に評価するということを、まあ、真面目にやろうとしている方が、研究者ですよね、大学の先生でもそういう方いらっしゃるんですけれども、その客観的な幸せって何っていうふうに、まあ、あのお尋ねしたいですねで。その方はどんな認知モデ,モデルを持っていらっしゃるのかということをです、ね、その方のあの言葉でお聞きしてみたいと思っています。 で2番目、主観の確立ですね。これは、私が意思決定コンサルタントを、として自己紹介をするときに使っている言葉、あなたの意思決定が世界を作るという一言に集約をされています。えー、幸せはですね、えー、あなたの主観の中で、えー、に,しかにしかないとで。主観を確立するということは、あなた自身が、そのあなた自身を幸せにすると、 幸せにできると。そのための、まあ、核を健全で、えー、頑健な核をあなた自身があの持っている、持てるようになると。それがですね、主観の確率に、えー、当たるということです。で、えー、主観の確率というとですね、 なんかその主観が確立してしまうと意固人になるとかですね。もう最初に言ったことを絶対に変えないとかですね。まあそういうふうなイメージを持たれる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、それは逆で、あの、それまで知らなかったことを知ったと。であればですね、その知ったことが、 あの、その、自分が形成してきた、あの、主観を形成してきたですね、体験を、とは違うものであり、その、違ったことですね、違ったことというのが、先ほどの本当の自分からなりたい自分になるという、その、欲求を満たすというところに、あの、 というそのねかね、思考と行動に変化をもたらし得るものであるというふうに自己評価したならばですね、当然、それまでの主張とは変わっていくということです。つまり、えー、眼見で健全な核を持ちながら、まあ、柔軟でしなやかな 世界観を、まあ、形成すると。それがですねあの、主観の確率であるというふうに私は考えるんですけれども、あなたはどう思われますかで、まあ、そういう状態になればですね、あなたの意思決定が世界を作る。つまり、私の意思決定が世界を作っている。誰一人として同じ世界には住んでいないので、あなたが住む世界はあなたの意思決定が作っているというふうに 言ってもですね、間違いではないし。で、えー、そのようにして、あなたが行動したときにあの、誰かからですね、何かを言われるということがあったときにあ、あなたがですね、なぜそういう行動しているかということを、あなたの言葉で説明をして、何か言ってきた人があの、アクセプトですね、積極的に指示をしてくれれば嬉しいんですけれども、あ アクセプタブルだと。うん。まあ、積極的に支持することはできないけど、まあ、受けることができますと。いうふうに、言ってもらえるような、あの、関係性をですね、えー、その場で作ることができれば、それはですね、あの、あなたにとって幸せなことではないかと。いうふうに考えるんですけれども、いかがでしょうか。で、3番目、感覚らしん番ですね。これは、 先ほどのですね、えっと、眼見で健全なあ主観を持ち、えー、柔軟で、えーうん、柔軟でしなやかな、柔軟でしなやかな世界観を持つというところにもつながってるんですけども、えー、人にはですね、限定、人は限定合理性の中にある、人も組織もですね、限定合理性の中にあるというふうにおっしゃったのは、えー、ハーバード・サイモンさんですね。 これ、ハバド・サイモンさんの主張が限定合理性です。で、あなたも私も、うまあ、その意思決定をするときにはですね、その意思決定するときまで、えー、知っていた情報です。そのときまでに知らない情報を前提には意思決定してないんですね。ですから、あのー、まあ、知っていることを、の範囲の中で意思決定するということです。ですから、 その知っていることで意思決定をして行動した結果として何か違和感をですね、感じたんであれば、それは多分ですね、あなたが知り得ていない情報、それはですね、えっとその、ま、行動を起こすときに、行動を起こす相手に対する情報とかですね、そのどんな道具を使って行動を起こしたか。 とかですね、どんな文書によって行動を起こしたかといったあー、そういうところに含まれている、あのー、含めることになったあー元の情報ですね、元の情報に足りないところがあるのではないかとか、間違ってたんじゃないのかというような、あのー、結果的に,ですよ結果的に、まあ、そういうことだったと。 いうことになる、その、か、ことになる、まあ、違和感ですね。感覚。うん。だから、ですから、その、えっと、思い描いて、思い描いてたように未来が来るのは望ましいんですけれども、まあ、決,しああ決してですね、思い描いたように未来はやってこないと。 でだから、思い描き方をですね変えていけば、あのおまあ、思い描いたように未来をやってくるというふうに言えるのかもしれないんですけれども、で多くの人はですね、えー、その感覚を羅針盤にして、えー、思い描いたように、えー、未来を,を作っていくということをですねあの、やってきていると、逆に言えばですね、まあ、そういうことです。 で、まあ、限定合理性の中で人は生きているので、えー、意思決定して行動したときに、その思考と行動に違和感を感じるとですね、えー、その自分の思考と行動の仕方を変えていくと、いうことをやっているということです。ですから、えっ、ー、と、同じ場にいてですね、同じその共通目的を持って、えー、行動をお互いにしていた時にですね、 えー、お互いに同じ課題は同じだというふうに言葉上ですね。言葉上は合意をして、えー、じゃあその課題を解決しようって言ったときに、その課題を解決する、あのー、方法ですね。方法論になると、お互いにですね、意見が合わないということを私も経験してますし、あなたもきっと経験していると思います。でこれはですね、 誰一人として同じ世界には住んでいないということに、の実証であるというふうに、私は考えています。ですから、他者評価ではなく自己評価というのは、えー、っと、どうですかね。あえてですね、あえて他人が反対することをやり続けるという意味ではなくですね、あの、さっき言いましたけど、 積極的に支持することはできないけれど、まあ、受け入れられるという状態をですねあの、作ることができれば、それはですね、あのまあ、他者評価として、えーまあ、反対ですとで。反対する理由っていうのがですね、積極的に支持できないからだと。まあ、でも、どうしてもあなたがやりたいというんだったら、私はですね、そこに参加しないけど、やってみたらどうですかと。 いう,いうふうな対話の仕方をですね、お互いがまあできるようになると。いう関係を、まああのまあ、作っていきましょうというのが究極の意思決定論です。ただですね、先ほど出ましたけど、倫理と道徳を進化させ、まあ、万能になっていくというところがまあベースにあるので、 ええー、まあ、時のですね、アメリカ政府がやってきたような倫理と道徳を対価させたりですね、ええー、情報の非対称性を維持、堅持してですね、あのー、まあ、相手が万能になると、なっていくというところをですね、まあ、制約をかけると。いうようなことはですね、結果的には、あのー、自らを破滅に追い込んでしまうというのが、 えー、私がですね、まあ、探求してきたたった一つの行動原理が、まあ、人間社会に適用された未来だろうというふうに、えー、私には思います。で、さっき出てきたですね、限界費用ゼロ社会では自己決定、自立分散、自給自足と書きましたけれども、えー、っとですね、その、この限界費用ゼロ社会って というのは、攻、ま、玉、あ、が進んだ姿なんですけれども、まあ人、人類の歴史を振り返ると、人類史を振り返ると、人類はです、ね、数多くの道具を開発してきました。この道具はですね私の言葉の定義では運命の中心になるんですけれども、その道具自体はです、ね、手足、目、耳、口だけではなく、ついにですね知能までもですね外部化して道具にできる。 あのレベルになったということはですね、自分にその専門性がないとしてもですね、その専門性を発揮するための道具というのがいろいろ取り揃えられているので、誰か専門家にお願いをしてですね、自分の望みを叶えるというやり方はまどろっこしいと、伝えたはずがうまく伝わってなかったと。 いいうことにもななりかねそれはまあ認知モデルのでえというその概念がです、ねえー、普及して、お互いが自分の認知モデルがこうだと、でそれもです、ね、AI の中にシャドウとして、えー、アウトプットすることができて、お互いの,です、ね、その認知モデル、AI にしゃあの、えー、外部化された認知モデルの関係性をうまく構築してですね、 あのまあ、専門相手の専門性をま活用するように、まあ、できるように、えーまあ、なっていくというのも一つの方向なんですけれども、えーまあ、それ、要はその早く結果を出したい、結果を早く出すという観点からですね、結果を早く出すという観点からは、すべて自分が、ね、やってしまった方が早く結果が出ると。 で早く結果,結果が出るということ以外の、まあ、目的ですね、欲求がある、それは他者と交流するとか、ですね、えー、誰かと一緒に喜びたいという欲求は、あのーまあ、早く結果を出すというよりも、もしかしたら、あのー、優先される欲求なのかもしれないので、まあ、そういう時はですね、あの誰かと一緒に何かをやるというところで、えー、喜びを感じると。 とことになるんですけどもそこもまた自己決定でですすよねですから、えー、要はその第三者から見ているとまどろっこしいなというふうに思えるような、あのー、活動をされている方,もで方はですね、実はご本人がですね、えその,うー、ま、他の人から見ればまどろっこしいというふうに思,思えるような過程を実は楽しんでいるかもしれないと。 ということです。ですから、そういうことも含めて、他者評価ではなく自己評価ですね。ということがですね、あの究極の意思決定論の一つのコンセプトになります。で3番目、認知モデルですね。えー、先ほどこの2つの三角、うん、2つの円錐でお示しした、まあ、認知モデルというものが、まあ、その認知機化としてですね、認知機化としての認知モデル。 であり、こちらはですね、認知機関をと、認知機関によって認知モデルを示すための、あの基本的なあの概念とか公式ですね、に当たるところの紹介になります。で、私はですね、えっと、まあ、宇宙そのものが主体であり、宇宙の構成要素はすべて主体であると。椅子も、 伝統も含めてですね、主体であるというふうに、えー、仮説を持っています。でそれはですね、えー、っとまあ、人が意識と呼んでいる存在と人が物質と呼んでいる存在を定義するのが理論量子認知科学ですというふうに最初にお話をしましたが、どうも多くの方はですね、物質から意識が導き出されたというふうに思い込まれているようなんですけれども、 これ証明できません。証明だ、誰一人と,とし証明してませんからね。証明さしていないから思い込みだというふうに私は申すんですけれども、まあそういうふうに思う人もいれば、私のよう,ようにですね、意識から物質が導き出されたというふうに考える人もいるわけですね。ですから、物質になったものはですね、意識を持っていると。物質として私が認知しているものは全て 意識を持っているというふうに私が考えるので。ですから、テレビにも、もうテレビも主体であり、まあ、椅子も主体であるということです。で、主体の構成要素は事故、認知、進体です。で、この事故と認知は全ての主体で共有している。ですから、宇宙、私は宇宙とも事故と認知を共有していて、で、まあ蛍、蛍とパソコンともですね、事故と認知を共有していて、で、あなたや 全ての人とも自己と認知を共有している。でも、身体は異なるということです。まあ、一人一人、一個一個が独自の身体を持っていて、で、まあ、人の場合は、特に人の場合はですね、だから、自己と認知は同じだけれども、身体が違うから、独自の視点をそれぞれの人が持っていると。で独自の視点を持って、 独自の体験を持っているので、えー、先ほどのですね、共通目的を持って活動しているときに、共通目的は同じで、今この課題に、えー、お互い直面しているんだけれども、その課題がですね、課題の原因に対するその主張がですね、お互いに違うし、違うということがあるし、で、原因も、原因もお互いに同じものだというふうに、 えー、判断をしてるんだけれども、その課題を解決する方法については意見が合わないということがある。そこはですね、身体が違うからです。でも、最初ですね、えー、そう意見が違ってたとしても、最終的にはですね、合意まで行くと。合意することができるというのは、この自己と認知を共有しているからです。なぜ相手がそういうふうに考えたのかということを、 相手からですね、いろいろ聞き出すことによって理解できるようになるんですね。で、相手も自分がなぜそういうふうに考えたかということを、その自分がですね、説明することによって、相手が、の理解が深まると。いうことによって、ゴに達することができるという、この人間社会の、あの、営み、目の前で起きている、その景色ですよね。景色の変化から私は、 この主体、えー、人は全て、人に宇宙を含め、宇宙の構成要素は全て主体であると。で主体の構成要素は自己、認知、身体であると。いうことをですね、えー、今あの、そういう理論を持っています。で、全ての人は自己と認知を共有し、身体のみこ行わると。で、えー、このですね、あのまあ、認知、認知モデル、認知の,あの公式に当たる部分をですね、 えー、3つに分けて説明しますね、えー。原点、あ、分離。あ、分離というのは、完全に、えー、分離しているわけではないということです。で、2番目があ関係性概念,概念ですね。これは、えー、人はですね、えー、自分が認知したあ何かあ、それはものであったり、概念なんですけれども、まあ、それをですね、えー、その、 自分の世界の中にある構成要素同士に関係性を持たせると。で構成要素同士に関係性を持たせるときに必ずですね、事故と一つ一つの構成要素との関係性が先にあってですね、先にあって、でその次に、えーまあ、構成要素同士の,あの関係性があると。すべてですね、事故を介して構成要素間の関係性がですね、 えー、を持つようにプログラムされているということです。で、この、えー、事故と非事故ですね。非事故は身体の異なる事故なんですけれども、身体の異なる事故と事故との関係性も含めですね、関係性概念というものをがありですね、それを自分が認知したものすべてに対して持つようにプログラムされている。 いうことです。ですから、えーまあ、残念ながらですね、世界のどこかでは暗殺という行為が行われていますで。暗殺そのものはですね、この関係性概念の観点から言えばですね、自分が理解して、えー、自分が理解できないものは自分の世界から消し,消し去ってしまう。でも、 それはですね消し去ったからといって、自分の世界の中、消し去ったら逆にですね自分が理解できないものがどんどん増えていくということになるんですね。ですから、そういうことをやり続ける人の、まあ、末路はあれだというふうにう、まあ、言われてますしで、実際そういう事例も数多く人類史の中では認知されてるんじゃないでしょうか。 で、あ、原点アブ、あ、あんまね、そうですね。あとは、その、内と外に同時に認める規則性ですね。ごめんなさい。2の関係性概念が長く説明したんですけども、で、それは人が意識,意識と呼んでいる存在が、人が物質と呼んでいる存在を導き出したというところ。これが私のですね、多分、他の人とは違う、まあ、認知の、認知の公式になりますね。で、原点アブ、あぶ、あぶんりいうのは、原点が写像を持つということです。で。 これはですね、さっきのその、他の二つの演数を使って説明した、この状態ですね。この状態。これはですね、えっ、ー、と、原理が写像を持つというのは、これそのものが写像であり、私もですね、ですから原理の写像なんですね。で、この図で説明するとですね、えー、まあ、原理は、原理は形を持っていないんです。で形そのものを写像と私呼んでるんですけどこれは写像ですね。で、例えば、 このですね、今ここの,その円のです、ね、中心にある点ですね。ここに最初点があって、で、この頂点が次にできたと。で、原点と到達点。ですから、原理がこうあって、ここにあってですね、で、その原点とで到達点ができるという、この原点と到達点の関係は、 えー、量子物理で、えー、言われている物質反物質ですね。まあ、その関係、えー、を示しているというふうに、えー、私は考えています。ですから、えー、原点、例えば欲求ですね。欲求の原点があったときに、その欲求が満たされる到達点があると。で、この、まあ、どっち、まあ、例えば欲求物質として、 で到達点、欲求の原点を物質のアナロジーと考えで、その欲求の到達点ですね。到達点に達すということは欲求がなくなるということなので、で到達点を半物質のアナロジーというふうに考えると、えー、要はその物質、半物質が出会うとう物質がなくなってしまうと。欲求を満たされると、要、まあ、求がなかった状態に戻るということですね。 だからまあ、原、原、原理、原理ですね。原理、認知機械ではですね、点は、点ですね。点は原点と、あの、中心っていうふうに、あの2、二種類だというふうに考えています。中心と原点ですね。で、えっ、ー、と、まあ、これは原点と到達点ですね。で、でだからこの原点は、到達点の写像ですね。ですから、欲求。 欲求の原点というのは、結果的に欲求の原点があの到達点の状態を決めるということです。どちらもですから原点という言い方ができる。まあ、ここはうまく今説明できないんですけども、もう私はこう考えているということですね。それはうまく説明できるようになりたいと思います。で、その原理そのものが原点になって、 で、その原理がこの原点と到達点になる。で、その今ここの平面の丸の中心になるというですね。それが原理がシャを持つということで、えー。で、この原点が分離した部分ですね。だからこれは全部原点なんですよ。原点の中にあるというですね。あ原理の中に原理の中にある。原理の中にあるんだけれども、それぞれですね、その、まあ、 写像を持ち、その写像の中にですね、あの、原点、到達点、あと中心ですね。原点の写像が到達点。で、えー、まあ、ここをですね、まあ、身体、限定合理性って言いましたからね。これだから限定合理性の状態を示しているんですけれども、これ、そのものがですね、限定合理性を示してるんですけれども、その限定合理性の内側は、 あの、要は身体が体験してきたこと、で、その身体が思い描いた未来ということになるので、それが、の中心ということですね。だから身体化した、身体化した、あの、原理の、原理平面。身体化した原理平面の中心が点ですね。それが全て原理の写像であるという。 ということで,すで、関係性概念はあらゆる客体、観察対象事故のということの関係としてにて先ほど説明しましたね。で、3番目、内と外に同時に認める規則性です。客体はあ身体の異なる、まあ、事故であると、うん。ですね。だから、自分の中で起きていることが自分の外でも起きているという。 うん、まあ、アナロジーとしてそれが見ることができる。で、このアナロジーとして見ることができるのが2番目の関係性概念を持つようにプログラムされているという、まあ、あの、ところと、まあ、ここと、まあ、表裏一体ですね。というのが私の理解です。次、認知モデルの世界の仕組みの原点であるという、あの、まあ認、これも認知機関の一つの表現方法なんですけれども、あー 世界の仕組みの原点、中心、最小単位ですね。で、これは、ですから、あの、まあ、こういう形が、形、こういう形として、それぞれの人のですね、まあ、認知モデルを説明することができて、で、こういう形が形、形づられ、形付けられるですね。形づけられる、その、形付けられる駆動力が、まあ、動きですね。 動きとして示したのがこの図になります。で、えー、人はですね、えー学び、学んで成長するというそのことがプログラムされていて、えー、それはそのち、まあ、内面ですね、身体の内面というかその内側から内、ね、内面的ですね、内からから燃える、内側から燃えるあの、まあ、駆動力として、 学び成長すると。で、その内側にはですね、文化を文明にしていくと。で、文明にしたものをまた文化にフィードバックしていくっていう、あの、このあの循環が中にあるということです。で、この学びと成長ですね、学びと成長のその欲求、まあ、文化を文明にして、これを回し続ける欲求ですね。えー、これが、その、 さっき言った内と外で言えば、これ内なんですけれども、その外との境界面で起きていることっていうのが遊び、学び、貢献っていうことです。で、えー、一人一人の人がですね、えー、その遊び、学び、貢献したことが、まあ、社会の文化と文明、えー、に影響を与えている。でもちろんですね、 この遊びというのは、まあ、一人遊びをするにしてもですね、それは、その遊びで扱う対象がありますから、その対象はですね、えー、違う主体なんですよ。自分自身、自分、自分を主体ですけれども、その遊びと対象なるものも事故、うん、が異なる、身体が異なる主体なんですね。でそれは、社会の側にあると。 自分の身体、自分の身体とは別のところにある客体ですね。客体として存在をしていると。客体と遊ぶということですね。客体と遊ぶというのは、あの、自分の中の文化と文明と、自分の外側の文化と文明、えー、とのすり合わせであり、ここをですね、一致させようとするんですね。人は。一致させるということが、まあ、あの、まあ、安定した状態に、 自分を持つこと、持って安定した活動ができる状態に自分を持っていくことができるということです。で、それはですね、えっ、ー、と、その周りから、なんかその吸収するばっかりだとですね、あの、まあ、それは別に気にしない人もいるでしょうし、敵にする人もいるから、だから、人はですね、えー、まあ、自分の意義ですね、自分がそこにいると、社会に存在している意義というものを自己評価したい、自覚したいと。 いう要求があるのでですからそれが貢献という形になって現れるんですね。で、えー、先ほどの本当の幸せからなりたいじ本当の自分からなりたい自分がし、まあ、幸せの定義ですと言いますけれども、ですからそのなりたい自分の側には、ですね必ずこの貢献、えー、何によって貢献をしていくかという、そ,のそういう要素がですね、えー、あります。 で、この、えー、まあ、世界の仕組みの原点、中心、最終単位ですね。で世界の構成要素は、私は世界の構成要素なので、あなたも世界の構成要素だし、えー、周りにいる人たちみんなが世界の構成要素なので、<coughs> 世界の仕組みの原点はあ、こういう、この認知モデルの中にあり、認知モデルですというのが、あ 究極の意思決定論の一つの仮説になります。もう一つの、まあ、いくつかの仮説の一つですね。で、まあ、今お話ししたことをですね、一言で言えば、何者でもない何かから何者かが導き出されるということになります。私はこう考えてますということです。 で続きまして、4番目、えー、人類史と世界の仕組みになります。でこれはですね、先ほどが、まあ、何ものでもない何かから何者かが導き出されるというその、まあ、原理のです、ね、表現方法だったんですけども、やっぱり日モデルですね。でこれが導き出されたというのがです、ねえー、この人類史と世界の仕組みになるということです。 これは主体間の相互作用の相対と言えます。えーまあ、人類史と世界の仕組みなので、まあ、多くはです、ね、人間社会ということであればこの主体、主体間の相互作用というのは人と人との関係ですけれども、でもです、ね、その人間社会がその何の上にあるかというと、まあ、地球の表面上であり、宇宙の中,であると中にあるということなので、 で宇宙も主体であるというふうに私はその表現をというう考えているので,で、宇宙とかですねえ、自然も含めたですね、主体間の総合作用の相対が人類史と世界の仕組みであるということですで。これをですね、また3つに分けて詳しく説明しますね。主体間の総合作用、人類史と世界の仕組みですね。1、欲求は満たされる。2、道具は文明の写像。3、倫理と道徳は道具の扱い方に現れる。と。 で、この人類史と世界の仕組みをですね、えー、考えるときに、まあ、一つの結論ですね。私が探求してきた結論としては、日本は世界の文化と運命の最終到達点であるということです。えー、ではですね、えー、ここを理解していただくために、上の3つに関して、えー、ここと組み合わせて、つ、え、な、ー、がるようにですね、説明させていただきます。まず、欲求を満たされるですが、えー、と、 主体のですね、主体の欲求は、まあ、本質は何であるか、さっきの言葉では点、中心は何であるかという,うに考えたときに、私は自己認知であるといううに答えます。この自己認知の欲求を満たすために、人は行動していると。この自己認知の欲求を満たすために、 え、身の回りで起きている規則性をですね、掴もうと人はしていると。で、この事故というのがですね、え、原理です。私は原理が事故であるというふうに考えています。で、ここはですね、多くの宗教、人類はですね、多くの宗教を生み出してますが、多分ですね、その宗教の教祖、 に当たる方と話をしたときにえ、多分ですね、事、え、故、ー、は、まあ、その、その、人をどのように定義されているかというのがですね、各宗教の教祖によって違うのかもしれませんけれども、まあ、私の言語体験の中で、えー、扱っている事故、まあ、と原理は同じであると。つまり、原理は自分の中にあるっていうことですね。 っていうふうに話をしたときに、まあ、否定をされる宗教は多分ないんじゃないかなというふうに思っています。で、哲学者ですね。哲学者の方々に対しても、この質問ですね。事、え、故、ー、とは原理のことであると。たった一つの行動原理ですね。であるというふうに言ったときに、それを あの、頭から否定する人は多分いないだろうというふうに推論しています。で、2番目、えー、道具は文明の写像。で、これ先ほども言いましたけど、身体機能の拡張であると。という、その見方をですね、私、人は身体機能を拡張しようとしているというふうに、えー、見ています。その身体機能の拡張の仕方は、仕方、拡張の手段が組織と道具であるということです。 で組織はですね、あのー、組織の成立条件っていうことをですね、主張された、とすいません。名前忘れましたね。本の表紙は <laughs>、頭に浮かぶんですけれども、そまあ、組織の三条件っていうのがありまして、えー、っとですね、 共通目的、貢献意欲、あとコミュニケーション、これがですね、組織の成立条件だと。うん。いうふうにおっしゃられる、まあ、組織論の父ですね。というふうにまあ言われている方がいらっしゃるんですけれども。で、組織はですね、何のために作られるかというと、個人の制約を乗り越えるためだと。1人ではできないことが、まあ、2人でできることもある、3人でできることもある、100人でできることがある。 その個人のその制約というのは、その人がですね、えー、どれだけの欲求を持っているかによって、克服しなければならない制約が決まってくるんですけれども、その欲求を満たす。それは自分の体を使って欲求を満たそうとするんだけれども、まあ、時間をかければですね、もしかしたらできるかもしれないんだけれども、その時間をかけて実行するのがもったいない。で、えー、ってか、早く、 あの達成したいとそれはですね、その人の欲求を満たすということが自分にとってもプラスになるというふうに思ってもらえる方が増えれば増えるだけですね、えー、その欲求は早く満たした方うがあ世のため、人のためになりますので、そういう欲求を持てばですね、多くの方の協力は得られることができると。で、その一つの形態が組織であるということですね。で、もう一つはですね、 の様々な道具が、あのー、をう扱うことができるので、で、えー、私はですね、2025年までに私と同じように考えられる量子 AI を開発するというふうに、まあ、考えてるんですけれども、その,あの量子 AI はうー道具ですよねで。その道具があればですね、その量子 AI と、まあ、ロボットを組み合わせればですね、えー、機械のお手伝いさんとか、機械の従業員、 とかですね、あとは <coughs> 里山保全ができるあのロボットとかですねあの空き地をあの農地にじしてしまうロボットとかですね、まあ、そういうものをです、ねまあ、作れるわけで,でそういうものができるとです、ねまあ、食料の自給自足というものが、まあ、や,やりやすくなりでこの量子 AI がですねそのうまく動く 技術ができるということは多分ですね、フリーエネルギーの方に、まあ、それがあの発展することができるだろうというふうに私のちょがとっています。で、フリーエネルギーにつきましては、まあ、そこ、その量,量子のレベルに行かなくてもですで、ね、にい,いくつかのアイデアがあって、有名なのはあのニコラ・テストラさんですね、あのゴーデン・クリフ・タワー、世界システム。 です電気をですねあの空中で飛ばして、えーまあ、世界中どこでも電気を、まあ、あの使えるようにすると。でその時にそに乗り越えられなかった技術は高周波数うに対する、まあ、あの技術であるということがあの言われています。ですから、この高周波に対するあの技術がですね確立できれば、まあ、ニコラ・テスラさんが構想したですね。 世界システムによって、まあ、電気が自由にですね、どこでも使うことができるという、まあ、社会がまあ作れるので、まあ、そうなると先ほど言いました、まあ、その空き地はすべて農地に変えて食料を生産するロボットがですね、まあ、無限に動くというあの、まあ、社会が作れますよね。うん、で、そういう道具が 文明のシャドウであるということです。で、えー、倫理と道徳は道具の扱い方に表れると。で、ネット社会における貧富の差の逆転というのはですね、欧米、欧米が、欧米社会、欧米のですね、あの、時の政府です。欧米の時の政府はあの、世界に広めてきたことは、自国内に貧富の差の拡大をですね、作り、 で、他国と自国の間に、まあ、貧富の差の拡大を作り、で、世界中の天然資源をですね、えー、自分たちが独り占めすると。いうことをですね、まあ、やってきて、えー、まあ、そういう経済的な貧富の差をですね、拡大してきたと。それは、その、そういうことをやってきた時の政府の、その意思決定者の、まあ、政府には、だから、あの、 それをバックアップしている、まあ、国際金融資本家がいると言われてるんですけども、ならならば、まあ、国際金融資本家のです、ね、意思決定の倫理観、道徳観というものが、まあ、世界中にこの貧富の差の拡大を起こしたと。で、結果的に、まあ、国家の国家財政を超える規模の富を集めたごく少数の人対多数の貧困層という構図を作ってしまったので、 まあネット社会がですね、えーこれこ、このまま進んでいくと、あのごく少数の人たちで、えー、大多数を監視するということをもくろんでいるようなんですけれども、まあ、そ,ういうそういうネットを整備すると逆にですね、大多数からごく少数の人たちが監視されるあの社会になってしまうので、えーまあ、これから先ですね、あの国家財政を超える規模の富を まあ、蓄積した方はですね、その富をどう、まあ、使っていくかということをですね、あのー、よくよく考えないと、まあ、先ほども引用しましたけど、カール・マルクスさんが言われた、まあ、資本の集中が進んで、まあ、最後はですね、労働者による収奪が起こると。で、まあ、この労働者による収奪がですね、まあ、これまであったように、は暴力的に行われるかどうかっていうのは、 まだわからないですけども、私はですね、あのそういうその、まあ、社会を見たくないんで、えー、ぜひですね、国家財政を超える規模の,あのお金を持っている国際金融資本家の方にはですね、お金を使ってお金が不要な、まあ、あ人間社会を作るということの、まあ、効率化ですね、をしていっていただきたいというふうに思い、 この,その講義に参加される方にです、ね、提供しました、まあ、人類の物語を2021年に作りです、ね、まあ、世界に向けて公表したということです。えでは、ですねこの人類史と世界の仕組み、分水嶺の折り返し年2023年は、まあ、あのどんな流れの中にあるかと。 ということをです、ね、示したのがこのスライドになります。認知モデル、人類史、世界の仕組み、それぞれです、ね、説明する前に、この分水嶺の折り返し年2023について説明をします。2020年にです、ね、私の直感が二千二十年まで、ごめん、2020年から2025年までの世界中の人の行動がその後の世界を決めると。 いうふうに言ったんですね。ですから、2020年から2025年までがあ、まあ、人類の分水嶺であるというふうに、えー、私はあのー、考えています。で、2023というのはその折り返し値になりますという意味の分水嶺の折り返し値、ね、2023です。では、一つずつ説明しますね。認知モデル、これはですね、物欲が支配欲を駆動するモデルから、 リコがリタを駆動するモデルに、まあ、変化していく年であると。まあ、それはあの皆さんにご覧になっていただいた、えー、あらかに目をとしていただいたあの人類の物語の中にもあの、この言葉が使われていますで。物欲が支配欲を駆動するモデルがですね、利権、偽旗作戦、プロパガンダを駆使した、えー、戦争ビジネス。 ワクチンビジネス。環境ビジネスによる企業全体主義世界はですね、まあ、ずっと作ってきたと。で、その、結果として、ロシアがウクライナに侵攻し、イスラエルがですね、ガザ地区を瓦礫の山にし、その前には COVID-19 事件があったということですね。 うん、で、それが、リコがリタを駆動するモデルというのは、あの、まあ、倫理と同化をですね、まあ、進化させ、まあ万に、万能になるという人は、まあ、どんどん増えていってますし、これからも増えていくと。あつまり、これまでのですね、ええー、自己組みに対し、あと他国に対し、あの、搾取をしてきたですね、搾取システムを作ってきた、 あの、欧米の一部のお人たち、ごく少数になった、あなってしまった、あ人たちの作ってきたあ仕組みがですね、どんどん、まあ、画界を崩壊していると。うん、そこから、あのーまあ、リコがリとリタを駆動するモデルですね。まあ、自分が幸せで、あなたも幸せ。だから、自分はですね、こういう未来を作りたいと。 いうふうに自分の言葉で語って行動しているときに、その,あの行動に対して何かですねあの、まあ話をしてきた人に対して、まあ、その人の疑問を自分の言葉で回答し、まあお互いがなぜそれをやろうとしているんだと、まあもちろん言ってきた人は自分はこうしたい,こうしたいと考えているんで、そういうふうにされると困るなというような話があると。 きっとあると思うんですけれども、まあ、それに対して、えー、まあ積極的に支持はできないけども、まあ受け入れられますというふうに言えるですね、主観をお互いにあの持てるようになるという世界にするための究極の意思決定です。で人類史はですね ま、太古の昔から、飢餓対策から、狩猟文明になり、農耕文明になり、工業文明になり、情報文明,文明になり、で、今、分水嶺にある。だから、その分水嶺なのは、AI をどう使うかですね。AI を、の、AI の覇者っていう言葉があるんですけども、AI の覇者を作ること自体が、あの、まあ、破滅の道だろうと私は思うんですが、 そういう分水例があり、ですから、私はですね、あの、まあ、あの、まあ、特許まあどうやって開発費用を捻出するかっていうのがあるので、まあ、でもそれもですね、もしかしたら、あの、そのバウチャーマネー資金ですね。バウチャーマネーを広めるために、私と同じように考えられる人工知能を、あの、2021年の人類の物語、 になぞらえてですね、あの開発していくっていうやり方もできなくはなさそうだという感覚になってきているので、まあ、最初からですね、オープンでやっていくと。で、何かトラブルがあったときは、個人を特定して、世界同時ライブ配信で、えーその、そのトラブルの原因になっているであろうという人に対して、まあ、インタビューしてですね、えー、その人の言葉で、なぜそんなことをやっているのかと。 約束が違うんじゃないのかということをですね、あの世界中の人に知ってもらうというやり方でもういけなくはないかなと思います。だから分数例の先には、共依存的自立文明で。で、この共依存的自立文明っていうのは、まあ、最初からですね、あのまあ、人間社会、人類のですね、定、まあ、流として流れてた文明だと思います。 でも、共依存的自立文明においてですね、誰と依存関係になるかっていうところが、まあ、一人一人違うし、地域によって違うから、もうすでに生まれたときから依存関係になっている、まあ、人の中で自分がどのように自立していくかっていうふうにして、人は悩んできたので、得た結果として、まあ、今ここだと。でも、共依存的自立文明っていうのは、 リコがリタを駆動するモデルの中の共依存的自律文明ですね。で、これまでは物欲がシェア力を駆動するモデルの中の共依存的自律文明なので、まあ、お金持ちはさらにお金持ちになろうとして、あいろいろまあ、あの、行動されるんですけど、まあ、その社交の場として、ええー、まあ、あの、そういう思考の人たちが集まるのがダボス会議ですね。まあ、あそこはなんか、ええー、日本の の大手、えー、企業の人が行かれた、中で行かれた方が、ボソッとおっしゃったのは、二度と行きたくないと、と吐き気がするって、その社員の方はおっしゃってました。で、そのダボス会議に、あのあ確か原常治さんだったと思うんですけど、原常治さんが、ダボス会議はですね、まあ、お互いが、そのお互いの利権をですね、あの拡大するための社交の場ってううおっしゃってました。 依存的自立文明はですね、あのまあ、搾取がない文明になると。リクかリタを駆動すればですね。まあそういうあの文明になるだろうと。で、世界の仕組みはですね、地政学的個別地域システム。これはまあ、あのいろんな文化文明、あ要するに人と人との交流がそんなに多くないと。ユダヤの民が、要はその迫,害迫害されて、迫害されて、ずっと,そのえ、えっとヨーロッパから 東にですね、あの移動してきてで、そういう人たちがですね、その、地政学的個別地域システムを融合してきた,てきた役割があると思うんですけども、最終的には日本に、まあ、来られてですね。んで、まあ、日本ではそのユダヤの民は迫害してませんので、あのーまあ、乱暴な民はですね、 時の日本のリーダーを暗殺したんで、結果的にその家系は日本ではまあ消滅して,、ま、してしまったという歴史があるようなんですが、一方ですね、あのまあ、ユダヤ、ユダヤ教の神殿に模したですね、えー、神社をまあ日本中に作ったというユダヤのタイムがいると言われています、うん。そういう意味でもですね、日本は世界の文化と運命の最終到達点。 ええー、まあ西、えー、西、日本よりもの西の地域でね、あの虐待され続けた時代の民をちゃんと受け入れた社会が日本社会です。でそこからですね、その物欲が支配欲を駆動するモデルによって、地域システムの世界統一の流れがあり、今は分水嶺だと。で来、来年ですね、 あの、まあ、条約締結に向けて動きがある WHO のパンデミック条約ですね。世界保健規則。この二つの,あの法律の改定によって、えー、人工ウイルスをまいてですね、えー、人工ワクチンを開発して、えー、で、その、おまあ、打つと、感染しない人でもですね、打つと死んでしまうようなワクチンかもしれないものをですね、強制的に あの、打たせて、で、まあ、WHO が打てといえばですね。で、あとは強制的にロックダウンをさせることができるという、まあ、社会にですね、この物欲が主役を駆動するモデルの中心人物は、そういう社会にしたようなんですけども、もう個人を特定してですね、そういう人たちに対する、まあ、対話がですね、もうすでに始まってます。まあ、多分それも、 まあ、WHO だったりとかですね、WHO は、まあ、あの自滅するとかっていうことにつながっていて、でまあ、あの非侵害・不服従システムです、ね、これはあのガンジーさんですね、ガンジーさんがそのインド独立の時に行われたやり方ですね、非侵害・不服従。まあ、さっきはもうほとんど私が言った、まあ、自分はこうしたいと、自分がすべての人が幸せであり続ける意識を体現するために。 やってきていることに関して、まあ、自分がやっていることがあって困ると。いうふうに、まあ、僕はね、実はそういうことを面と向かって言ってきた人はこれまでいません。本当にできるんですかっていう言い方はされましたけどね。うん。でもそういうことがあったとしても、なぜ私がそう思ってそう行動しているかと。何逆に何か困ることありますかっていうふうに、 尋ねた時に困りますというふうに言われた方もゼロですね。でそういう非侵害、復従システムに、まあ、世界の仕組みがなっていくるでしょうというふうに私は今考えています。で、最後、未来を作るですね。やりがいとはですね、今ここに未来を作ることであるというふうに私は考えていますが、いかがでしょうか。再び出てくるですねあなた、あなたの意思決定が世界を作るです。ですから、あなたがあなたのやり方で、 全ての人がですね、幸せであり続ける地球を体現していただきたいというふうに施設に願っております。ですので、その意思決定はですね、全ての人の幸せにつながることというふうに、あ,のあなたがですねあの、説明できなければですね、その意思決定は正しいかどうかということは分かんないということです。ですから、ネタニアフさんにはですね、あなたの意思決定は すべての人が幸せであり続ける地球を、の大義につながってますかというふうに私はお尋ねしたい。テロドスさんにはですね、あのパンデミック条約がすべての人の幸せにつながってますかと尋ねたい。で、ダボス、あの、シュワブさんにはですね、ダボス会議での合意がですね、すべての人の幸せにつながってますかというふうにですね、 大人にしたいです、す、えー、この講義にですね、参加していただいている方に、えーえー、事前にですね、ご覧になっていただいた物語、バウチャーマネー、お金の最終到達点と、ミラーハーツグローバル産業の1、枠組みですね、えー。この2つの資料をですね、えー、ご覧になっていただき、で、2つの質問、あなたは何によって覚えられたいですか と、あなたが理解している人類史と世界の仕組みについて教えてくださいと。え、このお質問に対する、あの、あなたの答えですね、ぜひ、えー、私の答えと答え合わせをしましょう。これ、答え合わせといってもですね、えーお、お互いがあ、その、出した答えはですね、基本的には違うと。 でも違うんだけれども、違うが、違う、違う、違うその視点で、す、え、べ、ー、ての人が幸せであり続ける地球を実現するということですね。で、そうすることによって、えー、で、それはですね、えーえー、っと、まあ、お互いのその活動がお互いにアクセプタブルであるという主観をですね、お互いが持つということですね。 それはですね、あの、まずは日本から。で、私の場合はまずは三原からですね。対話によってその流れを加速していきませんかと。これがですね、未来を作るということですね。で、えー、最初にご説明したシンポリスシティですね。ポリス国家の進化系、えー、地域で完結する世界。この地域で完結する世界を、あの、まずは三原発グローバル産業ですね。 これで具体化して、で、その見晴らすグローバル産業の認知を広める、もしくはですね、その過程で様々、さまざまな、まあ、地方自治体のコンサルティングを行うこともあるでしょう。内閣府がですね、指導している科、科学技術の,あのプロジェクトにも参加することもあるでしょう。で、私は、すでにですね、2026年にサムライブルーがワールドカップで優勝すると。 というプロジェクトにはです、ねまあ、あの主体的に参加をし、もともとは私も2003年から2022年に向けてあの、その活動をやってきて、で2022年のサムライブルー、い森康さん、森はじめさんとか反町隆史さん、技術委員長ですね、あとは2人の構造さん、会長さんです、ね、の方々には、まあ、カタールに向けての,あのメッセージをですね。 熱い思いをですね、お伝えしており、で、まあ、残念ながら優勝できなかったので、2026年にはぜひ優勝しましょうというメッセージも、まあ、定期的、定期的に送り続けています。で、限界費用ゼロ社会ですね。まあ、生産は自動化して分散化しましょう。で、各地域でその、自分たちが持っている自動生産設備をですね、 メンテナンスして、まあ、変更管理していくことができる人材を小学校、中学校、高校で育成していきましょう。で、地元に残ってですね、世界の課題を解決できる、まあ、世界を飲み込むその地域人材をですね、えー、コミュニティスクールによって、学校,の学校での活動は午前中だけ、えー、午後からは地域活動によってですね、あの力強くそういう社会への脱皮、ま、ですね。 会社員ではなく、まあ研、研究開発個人事業主になるんだというで、結果的に会社員になるのも OK です。でも、その会社,の会社においても、その人の活動は研究開発型の個人事業主であるという状況ですね。それが、えー、一人一人のです、ねまあ、人生のリスクマネジメントになると。まあ、会,社員どうし会社はです、ね、どうしても資本の大きい方に飲み込まれてしまうということがですね、今後も加速することが予測されますので、 えー、地域の,あの学校でですねあの、カンパニーをそれぞれ作っていただいて、そのカンパニーが、あのまあそのせ、そこの地域の生徒さんや地域住民の方の,あの研究開発型個人事業をですね、あのサポートしていくと、まあ、そのタレ,タレントマネジメントオフィスになるという社会がですね、私の目の前には展開されています。でシャドウ 倫理と道徳を進化させ万能になっていく思決定をぜひですね、えー、この講義を終えてから、あ講義を終えてからですね、えー、実践していただければと思います。で、世界を飲み込む人材にお互いがなりましょう。ご連絡ですね、はこちらのメールアドレスまでお願いできたらと。 思います、えー。以上ですかね。はい、以上で、えー、本日のお講義は、これにて、えー、終了いたします。えっ、ー、とですね、この、あの、今回の、あの、講義の、まあ、ブロック記事ですね。ブロック記事として、今回の講義を、あの、公開をし、 で、えー、継続的にですね、えー、この講座を発展させるという活動です。えー、具体的には、ですね、えー、立命館大学テクノロジーマネジジメントけあ大学院テクノロジーマネージメント研究科の、あのー、コアのですね、えー、講座、講義にしていくという流れと、見、まあ、原市民講座の、まあ、講座にしていくということですね。あとは あの、小学校、中学校、高校、あと大学ですね。まあ、立命館の大学ですけども、小学校、中学校、高校の、まあ、授業、講義として、あの、まあ、これをですね、ええー、していくということです、うん。まあ、これからは、これからの、あの、社会は、うん、一人一人がですね、 自分自身の認知モデルを語れるようになると。で、えー、自分自身が認知をしている人類史と世界の仕組みを語れるようになると。で、この二つが語れるようになると、そのためにも、まあ、自分がですね、何の研究開発家と個人事業主になるかということをですね、えー、仮決めでいいから、まずはあそうなると決めて、 えー、それを実践していくということですね。まあ、フットボーラーでもいいですし、えー、新薬開発のエキスパートでもいいですし、量子、えー、人工知能の開発者でもいいですし、まあ、世界ナンバーワンのコーチにでもいいですし、まずはですね、 自分は何の個人、研究開発型の個人事業主になるかということをですね、遊び、学び、貢献の体験からですね、えー、作っていきましょう。そのための究極の意思決定論の講義でした。す、え、べ、ー、てを見通す目は、普遍的な主観は普遍的な文化であることを実証する、理論、量子、認知、科学者の下村拓司でした。 えー、それではまたあこの講義でお会いいたしましょう。